死者の裁きを代行し、死者の痛苦、死者の無念、死者の悲憤の声を祈祷により代弁するもんなり。平成3、2011年3月11日午後2時46分、太平洋宮城県沖130キロを震源地として発生したマグニチュード9という日本観測史上最大の地震は、東北関東全域を揺るがし、大津波となって岩手、宮城、福島、茨城の沿岸を襲った。死者は2万2000人を超え、今まだ5万人を超える人々が心身をむしばむ避難生活を余儀なくしている。チェルノブイリ原子力発電所事故と同等最悪のレベルに達した。東京電力福島第一原子力発電所原子力事故から8年、東電は誰一人その責任を取ろうとはしない。福島県では未だ放射線量が高い帰還困難区域は手つかずのままである。双葉町、大熊町など国定復興再生拠点区域から外れた住民は帰郷の見通しすら立たない状況にある。また、浪江町、富岡町、川俣町、飯舘等市町村で避難指示が解除されて2年、しかるに帰還者は未だ少ない。原発汚染による町村の荒廃は進み、帰郷したくとも帰郷できない状況にあるのだ。だが、日本国政府は避難生活に伴う通貨に支払われてきた。賠償を打ち付けしまった。異境に追われ生産手段を失った人々の痛苦を思え、胸底は海のとどろやあらえみし、胸底は海のとどろやあらえみし、あらえみしはあらえみし、えみしのこと。確定死刑囚大道寺正氏が大震災を試算して自宅である。中央官僚による人民支配体制が確立した律令制以来千数百年、えみしと蔑まれ続けてきた東北人の底ごもる憤怒が言霊となって大道寺氏の昇進を激しく揺すぶったのである。胸底は海のとどろや荒えみしの絶唱はなぜに東北福島で原発事故が発生したかの理由を問うてやまない。そして東北は国政から今なお軽んじられてやまない。荒めゆる森を汚染の水浸す、荒めゆる森を汚染の水浸す、人絶えし里に日々なし蝉しぐれ、人絶えし里に日々なし蝉しぐれ。原発事故を知った死刑囚大道寺正氏は、窓なき東京高知城独房にあって、東北中んづく土地を汚染された、ふるさとを追われた福島県人民に熱い連帯の挨拶を送っていたのである。球場も、寺の障子も軽からず。1989年6月、昭和の歌姫美空ひばりの死、天安事件をもって平成という時代は始まった。11月ベルリンの壁崩壊、だが平成3年湾岸戦争、
平成7年1月阪神淡路大震災、3月には地下鉄サリン事件、9月には米兵による沖縄少女暴行事件、平成9年には人間の歴史、その死生観を根底から揺るがす臓器移植法の成立、平成11年国旗国家法成立など、戦後という歴史の常識を覆す暴挙が続出。かくして2001平成13年、20世紀の重たい緊張が幕を下ろし、21世紀は米国同時多発テロ事件をもって開幕する。2003平成15年イラク戦争、16年陸上自衛隊先遣隊イラク様到着、17年 JR 福知山線脱線事故、21年8月鳩山内閣成立だが、翌22年6月普天間問題で鳩山市長が引責退陣、菅内閣成立、そして迎えた平成23年3月東日本大震災、東京電力福島第一原発炉心溶解、中んずく平成12年12月には第二次安倍内閣が成立した。東条英機内閣の小構想として大東亜戦争の開戦調書に署名、国家総動員体制の責任者として軍需生産を指揮した永久戦犯岸信介の亡霊は蘇ったのか。平成26年7月には集団的自衛権行使容認閣議決定、翌26年12月には特別秘密保護法施行と戦前回帰の暴挙はやむことなく、平成27年9月には安全保障関連法案が成立された。平成28年4月熊本地震発生、11月米大統領ドナルド・トランプ当選、平成29年6月にはついにあの治安維持法の復活に他ならない共謀罪法を成立させるに至ったのである。30年7月オウム事件確定死刑囚13人を一挙処刑、あの大日本帝国憲法下の大冤罪大逆事件でさえも高徳秋水以下12人を超えることはなかった。人間の生命の重さを顧みない安倍政権は民主主義国家の仮面をかぶりつつ、憲政史上未曾有の専制体制を作り終えてしまった。全ては国会承認を無視した閣議決定という専制の名をもってである。12月14日沖縄県民の民意を無視、政府は辺野古沿岸部に土砂投入を開始、そして本年2月24日辺野古米軍基地建設のための埋め立ての賛否を問う県民投票の結果、実に投票者県民 72% が埋め立てにノーを突きつけた。だが民意は顧みられることなく、埋め立ては続強行され続けている。まさにそれは海を潰し自然の命を殺戮し人間を殺すための軍事基地を作る、これは人間の道を踏み外す罰当たりの所業に他ならない。悪しき平成という時代の終わり、さらなる罰当たりの所業を許すな。アメリカを利する5兆に3000億円を超える外国土地軍事費予算を即刻撤回せよ。昨年の財務省決裁文書改ざんに次ぐ厚生労働省による勤労統計虚偽報告、もやこの国は国家の体を成してはいない。マスメディアを殺せよ。大本営いざ大官邸発表を垂れ流すのをやめよ。労働者を働かせるだけ働かせる残業代ゼロ法案を直ちに配布案とせよ。言葉を愚弄し働き方改革などと名付けたその真意は、催眠、休眠、貧民を生み出す明治20年制定の大日本帝国憲法下の法令に他ならない。日本国民並びに海外移民労働者に長時間労働をし残業手当さえも天引き、労働者の心血を絞るだけ絞り出し、負者と信者の格差を増長させ、もって日本国民を
催眠、休眠、貧民に追い込まんとする法案に万感の怒りを持って反対する。米軍普天間基地は直ちに閉鎖撤去しなければならない。そのためには断固根元に基地を作らせてはならない。アメリカの本土侵攻の捨て石にされた沖縄を今もって捨て石とし続ける日本国政府を許すな。平和の名に偽装された安保法制を直ちに粉砕せよ。若き自衛隊員を戦地にやってはならない。若き自衛隊員を戦死させてはならない。若き自衛隊員に人を殺させてはならない。全ての原発の再稼働を許すな。広島、長崎、沖縄、そして本土空襲で焼き殺されし人々、東北大震災、原発関連事故死者、億万の死者たちは日本人を再び戦争に巻き込み、国土を支配で汚染する生還罪の悪しき者たちを許しはしないであろう。広島、長崎、沖縄、そして本土空襲で焼き殺されし人々、東北大震災、原発関連事故死者、億万の死者たちは日本人を再び戦争に巻き込み、国土を支配で汚染する生還罪の悪しき者たちを許しはしないであろう。日本機動団四十七に集結した我ら総督は、ここ経産省門前を道場として死者の願い、死者の通行を代弁し、世界平和を記念し、死者と共闘する回向祈祷法要を謹んで報酬する。胸底は海のとどろやあらえみし。胸底は海のとどろやあらえみし。東北地方大震災殉難の訴訟料第9回期並びに関連死者の訴訟料追善供養、東京大空襲殉難の訴訟料75回期追善供養、ことには前沖縄県知事尾長武氏、反権力の異彩秋山道夫、五億の歌姫内沙陽子に追服左前、メガ枠場霊魂よ、この地上に長くとどまり、悪しき大国土たちに鉄槌を下さんことを、今日に曰く、四条項をつけて大火に焼かれると見るときも、我がこの土は安穏にして天人常に十万せり、死に供養し立てまつる、戦災戦没、震災原発公害、警視柔軟王子の訴訟料、追善供養障害母害、常に自らこの念をなす。何をもってか市場をして無情道を握り、速やかに物心を成就することを得すしめんと、重ねて祈願し立てまつる、天所同時、異議求事、道場不可得不動害、所要御敵、開出財物、樹事復帰妙者副科料、脈不順願主、野蘭説法者、ずらさ支部、二割樹脂となれ、寿司に敬ってこれを申す。南洋法蓮華経、東北地方太平洋沖大地震8周年、平成31年3月11日、日本機動団四十七士、謹んで申す。